まだガイシャが見つかったばかりなのよ。何もわかるわけないじゃない。ただ一つだけ言えるのは、模倣犯かもしれないってこと。6年前に起こったあの事件だね。6年前の事件？今から2時間ほど前、園内から悲鳴が聞こえてきたって通報が。それで所轄の警官がこの付近を調べて死体を発見した。そうだけど、通報してきたのが誰なのかがわからないのよね。まあ詳しいことは後で話すわ。この季節にしてはこれじゃ足跡を取るのも難しいんじゃないかしら。もしかして頭でも打った？あなたの名前は伊達かなめ。警視庁の特殊捜査班アビスのメンバーであり、私の部下でもある。現場に呼び出されるのは当然じゃない。だが俺の仕事は死体を見ることじゃない。確かにそうだけど、この事件については例外。だってあなた彼女のこと知ってるんでしょ。あなたに知らせないわけにはいかなかったのよ。名前は名波翔子。知ってるでしょ。あなたとは何年も前から深い関係にあった。誤解を招くような言い方をやめてくれ。ただの知り合いだ。残念ながら特に進展はありません。お気遣い感謝します。今のところ特に。伊達さんに名前を聞いてもらえるなんて光栄です。私は加賀と言います。加賀です。加賀かな。鏡だって言ってるでしょうが。メリーゴーランドもまるで串刺しになってるみたいだ。犯人の残したメッセージというわけではないと思うぞ。ずっと前からあの状態だったからな。ここに忍び込んだ悪ガキどもがふざけて立てただけだろう。
あ、すみません。まだこの周辺には入らないでもらえますか。足跡を取っていないので、ご協力いただけると助かります。仕方がない。私がサポートしてやろう。ズームモードを使うんだな。ああ、そうすれば近寄らなくても調べることができるだろう。眼下の中に何もない。目玉がくり抜かれている。左目か。おそらく殺害した犯人が抜き取ったものと思われる。そうとは限らないだろう。殺された後カラスか何かがついばんだのかも。それはありえない。出血の量から考えて眼球が抜き取られたのは被害者の生存中であることは明らかだ。つまり生きながらにして目玉をくり抜かれたと。そうだ。今のところこの現場の近くから眼球が見つかったという報告はない。犯人が持ち去ったっていうのか。その可能性が高い。何のために。それを調べるのがお前の仕事だ。伊達の体内、ストレスホルモンの分泌を確認。コルチゾール、ACTH の濃度が上昇している。小難しい言葉を使うな。俺はただ悲しいだけだ。知り合いなんだ。知っている。私も何度か見たことが。最近ではめっきり会う機会もなくなったが。区間前面部に有線無人機による複数の刺創を確認。死因はこれによる失血死。死体温および死後硬直の進展状況から死亡推定時刻はおよそ6時間前、午後5時前後と推測される。アイスピックのようなもので滅多刺しに。なんだ今の音。音の発生源を解析。方向から考えてメリーゴーランドの柱の中から聞こえてきたものと思われる。柱の中。伊達、中を透視してみよう。 X 線モードに切り替えるんだ。マジかよ。中に誰かいるようだな。ちょっと前だ。うるさい。おい、誰かいるんだろ。答えてくれ。ダメだ。どうやら内側からロックされているらしい。くそ。
おい、中のやつ、危ないから下がってろ。ここはどこだ？お前の夢の中だよ。俺は俺だ。そうだ、お前は伊達だ。そしてお前は何から指摘すればいいんだ。何でも答えるぞ。そうか、では誰だお前は。誰って、私に決まってるだろ。その声、相棒か。そうだ。なんでそんな甘エビみたいな奇妙な格好。奇妙とはなんだ、可愛くて仕方がないだろ。本来なら伊達の感性について小一時間説教を垂れてやりたいところだが。俺の夢に何の用だ。呼ばれたのは私の方だ。私の意識とお前の意識は脳内でリンクしている。従って私はお前の分身のような存在としてこうして夢の中に現れているのだと。今説明してもきっと起きたら忘れてしまっているだろう。だからまた今度お前が目覚めている時に詳しいことは教えてやる。それよりも、この部屋に見覚えはないか。全くわからん。そうか、まあいい。さあ、始めるぞ。始めるって何を。ソムニウムスキャン開始。うむ、分かったぞ。何が。私は今、お前の夢の世界をスキャンした。それを元にシミュレーションした結果、いくつかのメンタルロックが見つかった。メンタルロック。やれやれ、そんなことも思い出せないとは。よほど思考能力が鈍っているようだな。ん？夢の世界とは要するに深層意識の世界のことだ。その世界はいくつかのレイヤーに分かれていて、それぞれの層の境目に基盤となる部分が存在する。この基盤のことをメンタルロックと言うんだよ。ここを突破しない限り、我々は意識のより深い層へと沈んでいくことはできない。真相に至らなければ真相は分からず。したがって我々は常に、要するにメンタルロックとかいうやつを解除すればいいんだな。うむ。まずは明かりをつけてドアを開ければいいのか。ならすぐに終わりそうだな。そう簡単にはいかないのが夢の世界の難しいところだ。そうだな、まずは手始めにあのドアを調べてみよう。あのドアまで私を移動させて指示を出してくれ。なるほど、ここではお前を俺の好きにできると。まあそういうことになるが、
よし、やろう。南京城で施錠されたドアだ。さて、このドアを開ければ良さそうに見えるが。なるほど。触れないときたか。いいか、夢の中ではこのような不条理な出来事が平気で起こるんだ。ここは伊達のソムニウム。夢の中の世界。俺のソムニウム。伊達は今睡眠中だから意識が朦朧としてるんだな。仕方がない、説明してやろう。そんなことより俺の貴重な睡眠の邪魔をしないでほしいんだが。いいから黙って聞け。伊達、あれを見てみろ。明かりが差した部分にだけ色がついたな。もしかするとあの部分には触れるかもしれない。というふうに夢の世界にはそれぞれの人間が持つ独自のルールが存在する。なるほどな。このルールを見極めることで夢の世界に干渉し。今のは誰だ。知らん。知らないはずはない。これはお前の夢、お前の記憶が作り出しているものだ。そんなことを言われてもな、知らないものは知らないんだよ。まあとにかく調べてみることだな。お前を使ってメンタルロックの解除を目指せばいいんだな。分かったぞ。どんな行動がメンタルロックの解除につながるかは分からない。それがソムニウムだ。常識にとらわれずいろいろな行動を試してみるといいだろう。さてお前に何をさせようかな。私にも拒否権があることを忘れるなよ。スイッチにバラのトゲがついている。だよな、物事には順序というものがある。スイッチを入れる前にまずはトゲを抜くべきだ。いて、このトゲ抜けそうにないぞ。そういえば触れたな。そうだな。こんな感じで進めればいいのか。ま、そういうことだな。バラのトゲが。私はお前の分身のような存在としてここに立っている。スイッチを入れろ。私とお前の意識は脳内へリンクしている。早くスイッチを入れろ。そんな私がこのトゲだらけのスイッチを。早く。えいいて。なんかすまんな、俺は全く痛くない。本当にすまないと思っている。神崎あやめだな。あ、知らないか。冬に咲くあやめという花の一種だ。まるで人名みたいな花だな。ふむふむ。そういやお前、匂いはわからないんじゃなかったか。形式的に嗅いでいるように見せているだけだ。こっちの方が臨場感があっていいだろう。まあ何でもいいが。まだ足りない。ん？もっと、もっとだ。もっと力強く吸い込んでくれ。え？わかった。素晴らしい吸引力だ。ブラボー、マーベラス。普段どういうことを考えているとはこんな仕掛けが出来上がるんだ。
スイッチだ。トゲはもうない。これでスイッチを入れられるな。よかったな、触れそうな場所が増えたぞ。寝たい。何が入っているのかまでは見えないが、いわゆるカゴだな。UFO の模型、チュパカブラのぬいぐるみ、それと1ドル札なんかも入ってるぞ。オカルトグッズか。お前、そんな趣味あったか？信じるかどうかはあなた次第。まあ一時期流行ってたし、普通に生きていればたまたま目にすることもあるか。そうだな。あそこにもオカルトっぽいやつが座ってるぞ。あれはオカルトとはちょっと違うんじゃ。ワインの注がれたグラスだ。市販されている高級赤ワインだ。しかし一般の赤ワインよりも心なしか赤い気が。ブルゴーニュ産赤のフルボディかな。その手の知識が役立つ日はいつ来るんだろうな。備えあれば憂いなしだ。ワインの注がれたグラスだ。ふむ、爽やかでありながらコクのある芳醇でスムージーな香りだ。お前そういう表現どこで覚えてくるんだよ。どうしてこんなものがお前の夢の中に出てくるんだ。俺だってな、美しい女性と美味しい酒を飲み交わすことくらいある。だがその結果が。やめろ、思い出させるな。ワインの注がれたグラスだ。任せろ。そっちかよ。なんだか気分が良くなってきたぞ。なんで AI が酔っ払ってるんだよ。ティクシク、誰かに立ての悪口じゃない、口を聞いてほしいよ。うわ、酔うとめんどくさいタイプかこいつ。誰かに押し付けたい。フロアスタンドのライト部分がバラの形をしている。そうは言っても電源コードもスイッチも見当たらないな。俺の夢なのに俺の思い通りにならないな。まあお前の記憶であってお前の家ではないからな。いつかの記憶の誰かの家ってことか。ランダム性が高すぎるぞ。いや、断片的ではあるが、つながりの強い者同士が引き寄せられるのも夢だ。脳の情報伝達構造がそのような仕組みになっているだろ。で、そこから導き出されたこの状態の考察は。電気は消さないで。消してじゃないか。いやらしいな。黙れ。ライト部分がバラの形をしたフロアスタンドだ。まったく動かないな。何があっても動じない山のような力強さと包容力を感じるな。スギ花粉をまき散らして疎まれるところまで誰かさんにそっくりだな。あれ
涙が止まらない。花粉症かな。眠いだけだろ。ライト部分がバラの形をしたフロアスタンドだ。おら！そんなに強く蹴らなくても。いつでも全力が私のモットーだからな。びくともしないが。いや、向こうにいる骸骨の頭が少し動いたぞ。おい伊達、あいつもやっちまうか。おう、チンピラかお前は。骸骨のオブジェか。左の眼下から血を流しているが。左の眼下から出血した跡がある。骨なのにか。骨だって精一杯生きているということだろう。骨には素直に死んでいてほしいんだね。骸骨のオブジェだ。この骸骨に話し相手が欲しいんだろ。ああ、そうだな。私は相棒、お前は調子はどうだ。私は現在充電率 92% でとても元気だ。おい、無視するな。バーカ、ガリガリ野郎。お前の母ちゃんもガリ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 。気は済んだか。虚しさが骨身にしみる。骸骨のオブジェだ。お前に恨みはないが。おら！なんだ？相棒見ろ、壁が。お前、抑えきれないほど大きな破壊衝動を秘めてたりしないよな。そんなわけあるか。あっても適度に抜くのが大人ってもんだ。あいつは？まったか、お前本当に何も知らないのか。知るかよ、あんなおっさん。思い出した時のことを考えて、もう少し失礼のない言い方をしろよ。骸骨のいる民家だ。何が出てきてもおかしくはない。そうだな、九州の上の方では割と一般的だとも聞くしな。冷蔵庫の卵を置くところに手榴弾が置いてあるらしいし。誰から聞いたんだそんなことを。銃だ。暴発しないか。大丈夫だ。暑苦しい野郎だな。こいつで風通しを良くしてやろうか。はしゃぐな。こんな感じのやつに何か心当たりは？あってたまるか。南京城で施錠されたドアだ。こんなに大きな門、本当に入るのか？入れてみたら案外会うこともあるだろう。先っちょだけでいいから頼む。しょうがないな。
ど、銃が鍵だったのか。脱出の要だったというわけだな。そうか、伊達の夢のオチはこうなるのか。お後がよろしいようで、そろそろ起きるとするか。わかった。開けるぞ。